哎，明明是你问我想要什么礼物的，现在是后悔答应给我画肖像了？要是你实在集中不了注意力，我可以换个姿势。嗯，像这样躺着的话，你应该就能看得更加清楚了。哎，等等，就这么瞥一眼不够吧？画素描的时候，要对模特的方方面面进行细致入微的观察才行。不仅仅是整体结构，还有五官神态、肌肉线条等等。姐姐，观察我的时候要认真点，你再这样左顾右盼，我就要过去找你了。心虚什么？来，让我检查一下作业。看着模特时要心如止水，不能想那些乱七八糟的。啊，没有，那为什么画得这么漫不经心啊？算了，我手把手教你。就这样，将情感倾注于笔端，勾勒轮廓，深入细节。好好感受我的模样在你手上逐渐成型的样子。啊，很好，这应该会是幅优秀的作品。完成后，你记得把它带回家好好保存。送给我的礼物？别担心，我早就已经收到了。比起成品，被你热切注视着的这个过程，才是我最想要的礼物。所以，再多看看我吧。原来你在家呀，整整一天都联络不上，我还以为是出了什么事。让我看看，哦，原来是在沙发上睡着了，睡得还很沉，姿势这么僵硬，一定很不舒服吧？难怪睫毛在抖，眼睛也又红又肿。应该是做噩梦了。哎，既然这样，那我就更加不能走了。得等你睡醒后，好好问清楚究竟梦到了什么才行。在那之前，我会一直在这里等的。哎，愿意醒了，坐在我身上就算了，还把我眼睛给蒙住。你想干什么？一直抬着手不累吗？放下吧，我不睁开。现在能告诉我为什么哭了吗？姐姐，眼前一片漆黑，你又不说话，我会紧张的。还是不说？那我换个问题好了，我要怎么样才能让你稍微好受一些？嗯，随你高兴。你的呼吸声很急促，我也一样。没办法，什么都看不见，感觉是会比平常更加敏锐一些。这才对，我难得任你摆布，你的动作是应该大胆点。あれ、俺の肖像画を描いてくれるっ
って言ったのはあんただよね。今さら後悔してるの？ああ、どうしても集中できないっていうならポーズを変えてもいいよ。こんな風に横になればあんたもよーく観察できるでしょ。それしか見ないの？デッサンをするときはモデルをあらゆる角度から丁寧に観察しないとダメなんだよ。全体的な構図だけじゃなく、五感の位置や表情、それから筋肉のラインとかをね。お姉さん、俺を観察するときはちゃんと集中しといてよ。そんなにそわそわしてたら俺がそっちに行っちゃうからね。そんなに緊張してどうしたの？よし、そろそろ途中経過を見せてもらおうか。いい？モデルを観察するときは平静を保つ。あれこれと考えてちゃダメだよ。そんなことない？じゃあお姉さんがずっと上の空だったのはどうしてかな？まあいっか。これからは俺が直接教えてあげるよ。そう、そのまま思いを鉛筆の先に込めて、輪郭を描いてからディティールを埋めていく。あんたの手によって俺の姿が少しずつ形になっていくのを感じ取るんだ。うん、すごく上手だ。これなら素晴らしい作品になりそうだね。完成したらちゃんと保管しとくんだよ。お礼のプレゼント？それならもうちゃんと受け取ったから心配いらないよ。絵もいいけど、あんたに見つめられてたこの時間の方が俺にとっては何よりのプレゼントだからね。だからこれからももっともっと俺のことを見ててよ。よかった。家にいたんだね。丸一日連絡が取れなかったからどうしたのかと思って心配したよ。お姉さんはどうしちゃったのかな。ああ、なるほど。ソファーで寝ちゃったんだね。しかも熟睡。でもこの体勢のままじゃ絶対気持ちよく寝れないよね。まつげも震えてるし目元も腫れてる。ああ、悪夢でも見てるのかな。それならなおさら帰るわけにはいかないよね。目が覚めたらどんな夢を見てたのってちゃんと聞いてあげないといけないし、それが聞けるまでは、うん、ここで座って待ってようかな。ん？もう起きてくれたの？俺の上に乗るのはいいけど、目のこれはどういうつもり？ずっと手を上げたままじゃ疲れちゃうよ。ほら、もう下ろして。絶対に見ないって約束するから。で、どうして泣いてたのか、そろそろ教えてくれない？お姉さん、ただでさえ真っ暗なのに。お姉さんまで黙ったままだと不安になるんだけど、やっぱり言いたくない？なら質問を変えるよ。どうすれば笑ってくれる？うん、わかった。好きなだけくっついてていいよ。息荒いね。俺も？仕方ないでしょ。何も見えないせいでいつもより感覚が鋭くなってるんだから。うん、好きにしていいって言ったのは俺だし、もっと大胆にしてもいいよ。
무슨선물받고싶냐고물었던건누나예요초상화그려주기로한거후회돼요정집중안되면자세를바꿔줄게요이렇게누워있으면더잘보이지않아요잠깐만요그렇게건성으로본다고요스케치할땐모델을잘관찰해야죠전체적인구조와이목구비근육의선누나좀더진지하게관찰할순없어요계속그렇게두리번거리면직접찾아갈거예요뭐찔리는거있어요자숙제검사들어갑니다모델을볼때는차분해야죠딴생각하면안돼요그런적없다고요그럼왜그렇게집중을못해요됐어요내가하나하나씩가르쳐줄게요이렇게감정을펜끝에실어윤곽부터그리고디테일을표현하는거예요내모습이누나의손끝에서천천히완성되는모습을잘느껴봐요좋아요훌륭한작품이탄생할것같네요완성되면집에잘보관해둬요선물이요이미받았으니까걱정마요완성품보다누나가날뜨겁게바라보는그과정이내가가장받고싶은선물이거든요그러니더많이바라봐줘요아집에있었네요하루종일연락이안돼서무슨일생긴줄알았잖아요어디보자아소파에서잠들었구나그것도아주깊이그런자세로자다니엄청불편하겠어요눈썹도떨리고눈도붓고눈시울이빨갛네혹시악몽꿨어요그러면더못가겠는데누나가일어나면무슨일이있었는지제대로물어봐야겠어요그전까진안갈테니까그렇게알고있어요이제좀깼어요응내위에앉는건그렇다쳐도눈은왜가려요무슨꿍꿍이죠계속팔올리고있으면안힘들어요눈감고있을테니까팔내려요이제왜울었는지이야기해줄수있어요누나아무것도안보이는데누나도말이없으니까긴장되잖아요계속말안할거예요그럼질문을바꿔볼게요내가어떻게하면좀괜찮아질것같아요누나좋을대로해요호흡이가빠진것같아요나도그렇다고요어쩔수없어요눈이안보여서감각이예민해졌거든요그래야죠이렇게누나말에얌전히따르는것도흔치않은데좀더대담해줘도돼요